ブシリーズ4発ウィンターターン。ダンソナイトブルー。おしゃれおしゃれ。おお。これすごい。広い。BM のこの技術がすごいな。2リッターターボ。すべてがすごくいい。うん。他にないならここに来い。車選びドットコム。皆さんこんにちは。本日の車選びドットコム。さあ、なんだこれは。BMW の。の。の。車。そうきたか。バイクじゃないですね、今日 BM の、はい、そうね、タイヤ4つついてるように見えるな。はい、これ多分車だと思います。523、はい、523 5シリーズ。5シリーズ、これが5シリーズなんだ。そう、だから普通パッと見は7かなと思うぐらいでかいんだよ。そうなんです。全長5メーター超えなんで5060ミリですから。5だから5。あれ、これ1枚そう関係ない。そうその後なんだ。 3シリーズは全長3メーターないじゃないとじゃないですよ。7シリーズが7メートルなんだ。そう、じゃあそういうことにしとく。はい。これで5回一番大きいクラスだと思いました。いや、だからそう、俺らの今までのこうさ、はい、概念だと、はい、このデカさは7シリーズかなと思う。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。BMW はセダンタイプが、まあ、3つですね、はい、3つ、まあ、今ね2シリーズもあるからちょっと微妙なんですけど、まあ、基本のセダンは3つですね。3シリーズ、うん、5シリーズ、7シリーズとあって、まあ、この5シリーズは真ん中、うん、3より上、7より下っていうポジションですね、うん、まあ、ライバルはまあ、ね、メルセデスの E クラスとかね。そうだよね。それからアウディのね A6 とか、うん、その辺がライバル。このエンジンは、これはですね、本国には6発もあるんですが、うん、日本は現時点では4発のみ。あ、そう。4発2リッターターボ、ね、2リッターターボ、はい、ターボはい、2リッターターボついてますね、うん、はい、え、重そうだけどね。車両重量スペック上だと1760キロ。意外と見た目よりは軽いかなって感じですね。だ、 BMW 意外とね、軽く作る技術には長けてます。すごいな、このデカさで1760。そうですね、1760って35 GTR だよ。あ、そんなもんか。あれ4駆だからね。4駆だから重くて、まあ、まあまあそうですね、4駆っていうのは、うん、これはまあ FR なんでね。もっともっと重そうには見えますよね。いや、重そう、重そうに見える、うん、そうですね、まあ、見た目よりは軽いと、うん、はい、おいくら万円。あ、値段からいきますか、うん、じゃーん、今日の車はですね、うん、2リッターターボ、本体価格、本体価格は798万円。800万円切りました。安っ。私結構行くのかなって。あ、大台よりは、大台乗るのかと思ってたら。そうですね。あ、そう。で、それはリーズナブルだ。プラスオプション、うん、オプションね、今日ね167万8000円。あ、分かった、カラーだ。違うか。カラーまで入ってる。カラーはね、カラー19万3000円。だって綺麗だもん、タンザナイトブルー。タンザナイトブルー、はい、1000万弱だ。1000万弱ですね。合計965万8000円、うん、はい、あとオプション何が入っているかというと、高いのはですね、はい、エクスクルーシブメリノレザーパッケージ、これはねインテリアですね。インテリアの革と、うん、アクティブベンチレーションシート、まあ空調のシートがついてますね、うんうん、ヒーターに加えて。大事大事、はい、それがですね416,000円。お、それから高いのはですね、コンフォートドライビングパッケージ36万8000円。これはですね、アダプティブサスペンション、まあ、電性サスですね、うんうん、それからインテグレーテッドアクティブステアリング、リアステア、うん、後輪ソーダがついた 4WS、 4輪ソーダだ。そう、 4WS になってます。それから運転席のランバーサポート、運転席助手席のランバーサポート、うん、それからフォーズオンオートマチックエアコン、これがセットになっているパッケージですね、うんうん、4WS は楽だよ。いいですか。今時はもうこのね、うん、上級セダンのこのサイズになったら 4WS って割とね常識的になってる、ね、当たり前だよね、はい、昔と違って違和感がないんでね、うん、操作に。しかしさ、 BMW はなんかこの通称豚っ鼻っていうんだけど、キドニーグリル、でかくなってるよね、はい、これどんどん大型化してます。ただね、さあちゃんはどう、こういう大きいの。うん、もうちょっと前ぐらいの方がやっぱり品があるよな、存在感はね、うん、あるけど好きだったかもって思うけど、まあ、世の中ね、結構世の中の声はね、でかすぎじゃねえかとかやりすぎじゃねえかって声があるんです。これ閉じてる？閉じてる。シャッターがついてます ね。シャッターで通常は閉じて空気抵抗を減らしたり、うん、あと中の保温ですね。エンジンの、冷やしちゃうと効率が悪くなるので、うん、エンジンの温度をコントロールしてます、うん、はい、
今だと冷えてるからこう閉じて温めるために閉じてで、エンジンを冷やしたいときはもう開けますね、うん、はい、で、話が戻ると、うん、そう顔がでかいのがね、うん、あんま否定的な声もいっぱいあるんですけど、ただ実際販売状況を見ると、うん、グリルのでかい車の方が売れてるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、はい、だから、4シリーズみたいなこれ縦のね、うんうん、でかいのもありますけど、あれもね実は売れてるんです。売れてるの。売れてるんです。やっぱね、否定的な買わないやつの意見がばっかり出てるけど、あ、買ってるやつは買ってるっていう。静かに買うんだ、買う人は。買ってるやつは否定的な意見言わないで買っちゃうんで。なるほど、うん、あとね、これは面白いのは、はい、ちょっと光るのかな。あ、先に言っちゃった、この人。本当に小野姉さん先に言っちゃった。光るのだって光るぐらいしか思い浮かばない。え、嘘だ。わあ。光りました。おお。なるほど。なるほど。こういうのがついてます。おしゃれおしゃれ。おしゃれおしゃれ。暗い時見たらかっこいいですよね。うん、おしゃれおしゃれ。そう、あの光ファイバー技術を使ってるらしい。遠くから見てもすぐわかる BM、うん。そう。まあね、このアイデンティティっていうかね、やっぱ BM らしさっていうのは大事なんで、うん、夜でも BM らしさをアピールしていきましょうと。うんうん、遠くからでもわかる。そうですね。はい、あ、ちなみにね、言うの忘れてた、この車8世代目ですね。あ、そう、本国2023年にフルモデルチェンジしました、うん、去年。エンジン見ようよじゃあ、はい、おー、あれ大きく見えますね、うん、でかく見えるね、うん、え、これで2リッターターボ、なんかやっぱスカスカに見えないようにですか。スカスカには見えない、うん、なんかでかく見える、うん、そうですよね、うん、カバーがね、カバーがでかいんだよ。これも V8 乗りそうだな。V8 乗りそうな勢いですね、うん、なんかやってくれそうで面白いですね、うん、そうなると。これだって本国だとストレート6でしょ。ストレート6ありますね、はい、そうだよね、6発乗るもんね、これ、はい、乗りますね、これだけ空いてると、はい、余裕余裕、うん、この色綺麗、うん、綺麗な色だよな。素敵です。だけどこのボンネットには遮音材ないんだね。あ、本当だ、まあね、あ、これね、実はこの樹脂カバーが少しその、うん、遮音材になってるよね。遮音材の役割も果たしていますけど、上ないですね、びっくりです ね、なかなか珍しいよね。珍しいですね、うん、へえ、そう、はい、へえ、まあ綺麗な色だ。綺麗ですね。なんかこうさ、形もさ、 This is sedan だよね。そうですね、うん、この面白い、この辺のプロ何、なんていうんだろう、なんかダイヤみたいに、いただく模様っていうのかな、なんだろうね、これ。これ実際ボコボコしてますよね。面白いですね。何だろうね、これ。あの、やっぱ光のため、見た目のため、空気の剥離とかあるのかな、ちょっとわからないけど、夜の光のこう当たり方で、え、キラキラキラって、うん、まあ、見た目が一番だと思いますが、うん、そう思うよ。でもさ、近寄らないとわかんないでしょ。わかんない、さりげないおし、あとこの辺にね、ゴとか、こういうのなかなか見ないですよ。ないね、ここにね、うん、星みたいに、うん、あとあのちょっと前までの BMW からすると大きく変わったのが、うん、ドアノブですね、まあ、この車が最初じゃないんですけど、うん、最近の BMW は昔はこう、なんていうの、取っ手がポッてついてる形ですよね。こういうタイプでした、昔前までは BMW は。あ、そうで、今はこういうフラップ型になってる、空気抵抗だ、多分空気抵抗だと思います、うん、はい、おしゃれですよ、見た目も、はい、うん、あ、なんか後ろもシンプルだな、ね、お兄さん愛。ライトつけてみましょうか。うん、つきました。あ、綺麗綺麗綺麗。ああ。綺麗綺麗。綺麗ですね。いいんじゃないの？あ、ちなみにフロントのライトの付け方ってさっき見ました？フロントのあ付き方っていうかね。え、待って、綺麗。いいじゃん。なんか青いライトついてますね。うん、あれ違うのかな？あ、ついてるついてる。ついてるよ。え、綺麗。これ何？ボディカラーと合わせて青なのかな？違うと思う。違うな。違うな。本当ですか？じゃあ青なんですね、これは。へー、テールレンズ綺麗じゃん。あ、なかなかいい品があって。ウィンカー出すとどうなの？なんかちょっと黒、ここ黒なのかな。うん、ここは黒、黒、かっこいいですよね、黒からの赤。かっこいいよ。かっこいい、かっこいい。お、ああ、なるほどね。見やすいですね。はい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 、うん、見やすい見やすい。これね、ちょっとカメラさん、中来て、中。何何？中今ね、ブルーのおしゃれ照明になってる。マザードッツ。おお。こういうのは初めて見た気がするな。あ、すごい。え、なんかお家のおしゃれなライトみたいなライトですね。全部光るし。ハザードつけたぞみたいな。そうですね。へえ。はい、じゃあトランク戻りましょう。はい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 。電動です。はい。まあ今3シリーズの電動。広。広いですね。このクラスのセダンはね、トランク広いです。何これ広っ広っ、なんか釣り竿乗っちゃいそうなぐらい、このまま釣り竿どころじゃねえだろ、これ広いよ、これ。もしかしてゴルフ行けるか。
楽勝だよ。余裕だ。なんかこれここで車中泊できそうなね。広い。これめちゃ広いわ。容量的には520リッターですね。ゴルフバッグ3つってことになってます。何余裕なんだ縦で。めっちゃ広いよ。めっちゃ広い。すごい。これはすげえ。これ何？あ？あ、これこれね、ガチャッと引っ張ってみて。いいですか？うん。なんかあった？あ、前の席も倒れる。そう倒れる。でこれはですね。これ頑張って今ロックが外れたからこういう長いものでどうせ長いもの積むんで、うん、そうそうそう、まあ、手伸ばしてもいいですパタンって倒す、うん、すごいすごい絵になってるんだけどなんかすいません手の長さありがとうございますなるほどこれすごい自転車とかも積めるしえなんか板積めちゃいそうあスキースノボーいけますねスキースノボーいけますね広っ、うん、でこう真ん中だけっていうアレンジもできますね。なるほど。はい、うんうんうん。別々になるんだ。広いな。断熱材もない。まあ、遮音材もない。車はね、あんま入ってない車が多いと思いますね。まあ、この辺にフックがあったりとかね。うん、このフックなんだろう。これね、買い物袋を下げる。なるほど。ドランク内でゴソゴソしないように。あちゃ向いて飛んでかないように。そうそうそうですね。タイヤとかは積んでないの？タイヤはね、ないよ。タイヤ今時ない。ないんだ。積んでないと思うんだけど。今時タイヤ積んでる車ないよ。スペアないんですね。これがなんかコンパクトですね。これが修理キットかな。パンク修理キットだよ。そうだよね。パンク修理キットがついてます。はい。さすが。で、まあ、電動なのでここに設置があるとここに三角表示板ですね。あいいじゃん。ちょっと2列目乗ってみようよ。はい、2列目どうぞ。ドランク、うわ、待って。おしゃれだね。あのあれか、有料の革ですか？有料オプションの。そうそうそう。あの最上級の革が。あおしゃれおしゃれおしゃれ。なんか空気すごい通りそうな椅子ですね。この穴何ですか？これ何これ工藤さん謎の穴があります多分何これガチャってアタッチメントをつけてタブレットをはめられるんじゃないかなと思いますちょっと確証はないけど、うん、そういうことかそんな気がしますなるほど、うん、で、うん、肘置きあこれちょっと窮屈なの、うん、ちょっともいまいちだなこれな土屋さんっぽいもう全車土屋さんだけ聞いてもここにしましょうねいやここになきゃダメよ、はい、ここに高級車はここは四十肩には辛いんだよこれ、ね、これ確かにでも窮屈な動きですよこれそうだろ、うん、そうだからここからパコンって出てきてここにあるととってもいいだけどこれね足がすっぽりほらくるぶしまで入る確かに椅子の位置がちょっと高くて、うん、楽、ね、楽ちん楽ちん、うん、ヒール履いてても余裕で足入れますいけるよな、はいうん、これは足元のクリアランスは結構広くていいよエアコンだエアコンすごいここにね電子パネルがついてるあそこでいいじゃないのほら4ゾーンなんで後席も左右で別々の温度設定なんですね、うんうんうん、この中はいいんじゃないの、まあ、高級車ってこういうもんだよなしかもなんかおしゃれなこスピーカーおしゃれおしゃれスピーカーですあスピーカーですねオプションのねおしゃれワウワーズミルキーおしゃれこれ音いいですよね、うん、ここのこれは相当いい、うん、そうですよね高級なオーディオメーカーだおしゃれおしゃれオーディオはね今日オプションで84,000円意外に安いあ安いわリーズナブルそうですよね8万円で入れられるんだ、うん、だってここのライトもすっごいおしゃれ、うん、おしゃれ宝石みたいな形してるカットが宝石なぁ、キラキラしてる何なんだそのお前言葉はキラキラしてる綺麗いいいいなかなかここ私好きなやつじゃないサンルーフ、うん、サンルーフ開くよ開きますね、うん、あこれこうだあ開いた開いたこっち側に開くんだうん、うん、びっくりしたえ逆じゃないんだ普通は逆うんそうなんだけどへえ広いここ開くんだへえいいでかいねい楽しいこれでかいでかいえなんかガラスの車に乗ってるみたいじゃないですかあのガラスボートあ本当にそう何これすごいいいじゃん開放的でガラス張りですよ全面、うん、楽しいこれ楽しいよし前に乗ってみよう邪魔してあなんか iPad だようわおっきいあ運転席っていうか、はい、前の席はドリンクホルダーいいところにあるよほら本当だちょうどいいね見てこれん鍵が鍵な鍵がすごいいやだけどさこうなってくるとさ、はい、使いにくいねこれもう物理スイッチがほぼないですね、はい、ここに
うん、1個あるだけかも。あ、これ押せないかもしれない。うわ、これ何だろう。とても難しいですよ。これは引き出し口のコントロールじゃない？違うかな。そう、うん、そうだと思います。これは難しいぞ。難しいですね。これは難しいぞ。あれ、これ何ですか？ここのなんかここもタッチできる1とか0とか、みんなタッチだね。これはね、それなんだろう、それわからないね。なんだろうね。エアコンの吹き出し口のオンオフかな。これですか？ちょっとね、これはね、なんか未来的でね、難しいぞ。あ、エアコンでも0とか1ですか？そう、いや、あの、まあ、オンオフぐらいみたいな感覚なんじゃないかな。0、1が、0、1がそう、向こうの国だとそうなのかな、うん、あ、0、1の間でこれ調整がこう動かしたら、うん、0か1じゃないんだ。本当だ、いっぱいあったよ、よく見たら。そう、段階があって、はいはい、じゃあ0か5くらいでいいかもしれない。0から5くらいで。そうだよな、0から1の間があった。これなんか俺的には使いにくいな。ちょっと一見だ、一元だったら分かんないかも。ちょっとないかな。あ、ハザード、しっかり、そう、しっかり押す。しっかりね、うん、あの触るだけじゃダメですね。あ、そっか、触れただけでついちゃうと危ないっていうか、ちゃんと意思を持って押さないと。なるほど、消えなさい。ちゃんと、そう、例えばあのグローブして運転する人とかも反応するのかな、うん、それはね、ちゃんと反応するようにできてると思うけど、さすがに。ちょっとやってみて。これ私も薄いから、あれ、大丈夫、いける、いける、うん、じゃあちょハンカチで試してみる。ハンカチ越しに、はい、ハンケチでいきましょう。ハンケチ越しに、うん、ハンカチーフで、あ、いける、いける、うん、あれか、圧でちゃんと考えてるんですね、うんうん、勉強しないと運転できない。そうですね、ちょっとね、初見だった。初見はね、厳しいかもしれないです。初見殺しですね。ああこれはさ、はい、車泥棒には難しい車だよ。確かに、うん、マニュアルと同じくらい難しいかもしれない。ああああ、へえ、これでも綺麗ですよね、このガラスのところ。そうね、うん、コッティングがすごい綺麗に入ってる。この辺はね、相当おしゃれに。あ、そこまで。それはボリュームだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。オーディオコントロール、すごい。でね、今ほら、もうシフトもね、まあ、ちょっと前から BMW でこういう、そうそう、スイッチ式で、うん、パッと見たところパーキングがないと、うん、出た。そうそう、このね、パーキングブレーキのスイッボタンを押すと P に入るっていうね、このね、うん、初見殺しです。へ、僕はね、初めてこういうのタイプの BMW に乗った時に、うん、あのスタッフさんに聞いちゃいましたもん。これパーキングどうやって入れるんですか。うん、うん、全くだ。あ、うん、これは押すんだ、こうやってここのパネルを。そうそうそう、お、動いてますね、パネルはね、うん。へえ、ちょっと確かに難しいかもしれない。うん、なんか難しいよな。なかなか難しいよ。掃除は楽なんですけどね、タッチパネルだし。確かに、隙間がない。まあね。うん、はあ、ちょっと今なんかメニューが、こういう、こういうのね。駆動系。駆動系。まあいろいろ。これ FR でしょ？これ FR ですね。え？エンジン音、疑似エンジン音。うん、まあそうか。駆動系って言ってもそう、特に複雑なことがあるんじゃないですね。うん、まあいろいろ車両設定とかね。はい、なるほどね。まああと押すと言ったら、もうこのハンドルの形ですよ、もう、うん、円じゃないし、もう四角くなっちゃった。そう、四角っぽいですね。本当だね、なんか変わってるね、BM ってね、いろいろね、アバンギャルドな方向に、うんうんうん、ね、それはね、先代の5シリーズが出た時に結構アナログ感があって、うん、で当時 E クラスは割とデジタルだったんで、うん、その先進性の、ね、雰囲気にね、すごい差がついちゃってたんですよ、先代、うん、でそこで、まあ、新型はバリバリ先進的な雰囲気にしたっていうところですね、うん、だからここまで行き切ったんだ。先進的すぎる。そう、ちょっとこの物理パネルがないじゃないですか、うんうん、指紋結構気になりますもんね、うんうん、でも拭けばいいのか。まあまあ、そう、掃除が手軽っていうのは見てもらって。だからこれ3本スポークじゃないですもん、日本スポークだよね。これあのほら、日本にはね、日本スポーク大嫌いな人がいっぱいいるらしいんですけど、そうなんですか。そういう人たちはこれを見てどう思うんだろうっていう気がしますね。じゃあ今怒ってんのかな、見て。怒ってるかもしれない。1本足りないって。3本スポークじゃないとスポーティーじゃないから俺は買わないって、うん、そう。そう、これはね、スポーティーさはないわ、このハンドルは。なんかちょっとバスっぽくなっちゃうんですね。うんうんうん、うん、まあ、日本スポークのがね、開放感が、うん、あるっていうのと、あとは見えやすいから、とある車の開発の人が言ってたのは、うん、こうやっぱ今高速道路をね、うん、ステアリングのレーンキープとか使って運転してると、う
はい、まあ、手がどんどん下に行くと気づけば、あ、そうか、でスポークがあるとそのスポークが邪魔になる、はい、うん、この辺持つ時に、なるほど、そうなのでこうない方がお客様は快適なんじゃないかと、なるほどね、はい、じゃあそんな車乗りに行きますかね、よし、走りに行こう、はい、レッツゴー、車選び .com アンバサダー土屋圭一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐわかる車選び .com 523、はい、うん、ガソリン4発ターボですね、はい、ガソリンか、うわ、この車視界広くて、あのガラスが結構垂直に近いというか縦じゃないですか、はいはいはい、前見やすくて広くていいですね、はい、この上がね開いてんの嬉しい、気持ちいい、気持ちいいよな、ね、気持ちいいです、ね、気持ちいいですね、開放感あるよ、楽しいドライブ、ルーフはいいですよ、うん、はい、というわけで BMW523i ね、はい、2リッターターボ、2リッターターボ、うん、トータル出力、まあ、マイルドハイブリッドでモーターもついてるんですね、うん、これね、それで、トータル出力は、まあ、190馬力と、うん、でトルクが310ニュートン、まあ、31.6キロですね、うん、はい、8速 AT です、で FR だと、はい、トルクしっかりあるんですね、うん、意外と、ね、うん、トルクあるね、うん、2リッターターボで全然十分だ、まあそうですね、トルク下から出てるんで、うん、確かに馬力だけ見るとちょっと大丈夫なの、うん、と思ってましたけどね、うん、おー、こんな感じなんだ、1500回転からトルク出ますからね、最大トルク、トルクあるね、わー、スムーズだな、うん、これも走行モードはあるんでしたっけ、走行モードあります、画面タッ、ね、これで、はい、なんだっけ、あ、マイセッティングじゃないわ、なんかそんなようなやつ、マイモードみたいな、マイモードか、そう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 、スポーツ、ドライビングの楽しさがピュアに感じられるダイナミックな設定、左側からも合流車線があります、優しい、メーターも色変わりましたね、うん、色変わる、かっこいい、スポーツモードで色が変わる、まあね、土屋さん、もうまずこのボディサイズ、うん、まあ、1.7 トン台の車両重量に関して、うん、に対してこの2リッターエンジンでどうなのかっていうのはまず疑問だと思うんですけど、うん、いや、どう、全然いいよこれ、おお、全然いい、2リッターターボで、モーターがさりげなく効いてるから、はい、全然パワーないっていう感じは全くしない、おお、なるほど、うん、ちなみにそうだ、エンジンはね、これね、BMW としてのガソリン車で初めてだと思うんですけど、ミラーサイクル化してますね、あの、要は燃費を伸ばすために燃焼を少し変えてますね、うん、あ、そう、パネルかっこいい、これすごい、映ってないですよね、ま、きっと真ん中が赤で、端がブルーっていうこのコーディネート、そう、運転席は赤なんだよ、かっこいい、運転席と助手席で分かれてる、分かれてるので、ちょっとじゃあ写真を撮ろうかな、うん、運転席は赤なんで、これテンション上がりますよね、上がる、ね、なんかかっこいい、いいわこの色、めちゃくちゃかっこいい、はい、この色いいぞ、あ、スポーツモードだと音もちょっとあの出してくれてるのかな、うん、します、ね、出してくれてると思う、多分そうですよね、さっきよりブルーンって言ってます、うんうん、楽しい、私こ、あ、ハイテクどうなんだろうと思ってたけど楽しんじゃってますわよかった。好きですわ。これ。やっぱ楽しいですね、乗ると。いや、この2リッターターボは大したもんだよ、これ。おー、え、いや、本当に。あ、これがエコモード。うん。まあ、あと BMW なんでね、やっぱりあのハンドリングはね、いつの時代もちゃんと洗練された、うん、ハンドリングになってると思うんですけど、いかがですか、土屋さん。2リッターターボでこのトルクとこのパワーは、ええ、大したもんだよ、うんうん、なるほど、いや本当に BMW らしいっていうんですね、うん、サントリーがね、いや、うまいな、パワーの出し方が、うんうん、そうですね、4発でもまあまあ、つまらないエンジンではないですよね、ないない、もちろんね、6気筒にはかなわないと思いますけど、うん、いや、いいよこのエンジン、うん、ちょっとびっくりだ、何
り心地もすっごいいいですね。乗り心地もいいね。そう、乗り心地ね、BMW の方はいいですね。いいですね、うん、あれでもそんなにすっごい重いわけじゃないんですよね、うん、でもしっかりしてる感じありますね。あるあるある、全然ある。それなのに全然そのエンジンの足りない感とか怖い感じがないですね。ないよこれ、うん、いやうまいな、2リッターターボでこのトルクは。あ、この出し方上手ですか。うまい。どん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 、もうどこのメーカーも技術が上がってますね。そしたら、うん、上がってるね。すごいな、誰が考えてるんだろう。頭のいい人が、うん、頭いい人が、頭のいい人が考えてる。そう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 、みんな頭いい、うん、いやうまいわ本当に。これは大したもんだ。いや、もっと非力かなと思ったら、この2リッター、私もちょっと K みたいな乗り心地になるのかなって。お前失礼なこと言ってるね。K は極端だな。え、でも極端だけど、やっぱそういう風になるのかなと思ったんですよ、うん、この大きさで2リッターだとちょっと物足んないんじゃないの、うん、と思ってたけど、もしかしたら動かないんじゃないと思ったんですけど。すごいな。お前それは失礼でしょ。失礼ではない。いや、どんなもんなのかなと思ってたらすごいんですね。いや、すごいすごい、本当すごい。なんか本当に私たちじゃ想像も及ばないような技術がね、うん、素晴らしい。いや、いいわこれね。え、楽しいですね。しかもこれ、まあ、後ろは快適ですよ。あ、そう、ちょっとね、背もたれの角度が立ちすぎかなっていう気はするんですけど、あ、ね、まあ欧州車は多いですね、そういうのが、うんうん、背もたれがちょっと立ちすぎな感じが、なんかいろいろ考え方が違うんでしょうね、僕らとは。なるほどね。あとはまあ、はい、BMW は昔に比べると燃費が良くなりましたね。うーん、悪かったんですね。あんまり良くなかった。昔はもう15年ぐらい、うん、そうですね、15年前ぐらい前の BMW とかは燃費が結構きつかったんですけど、うん、あれ、しかもこれガソリンでしたっけ。これガソリン、これガソリンだよ。わ、いいですね、うん、2リッターターボマイルドハイブリッド、でカタログ値で 14.4 キロなんで、うん、まあ、ね、14.4 キロまではいかないにしても、うん、でも10キロ台行くとかね、この車体サイズで。そうそうそう、それはすごいですよね、うん、そこがすごいね、うん、これだけでかい車が。そう、そうなんですよね、すごいね、うん、これ楽しい、うん、なんか助手席乗ってるとね、ワクワクします、この車。いや、これ2リッターターボで十分だ。うーん、あー、全然パワフル。まあ、とはいえね、僕ら的にはちょっと6発とかね、あるといいなとか思っちゃう、ね、いや、そりゃそう、そりゃそう、またね、別の楽しさはあるかもしれない、うん、そうこれ十分なんですけどね、実用的には。いや、全然十分。やっぱね、6発になるとエモーショナル感とかがね、うんうん、違いますからね。そうだね、音、エンジンの回転のフィーリング、うん、盛り上がり、パンチ力、伸び感、そういうところがやっぱね、走り、運転好きは6発求めちゃいますね。車が軽く感じる。あ、そうですか、うん、でリアステアついてますけど違和感は全くなさそうですよね。ないないない、うん、本当にもう自然な 4WS だよ。そうなんですよね、うん、それはね、こうやって走ってる時じゃなくて、あの狭い道で車庫入れとかもね、全然違和感ないですもんね。そう、あれオプション、今時のはオプションなんでしたっけ。オプション、この車オプション、ね、4WS。 そう、それが標準のやつは、ね、上位のモデルとかは標準のもある。 4WS はもう本当便利。あ、入れた方がいいですか。当たり前、入れた方がいい。あ、本当に、うん、当たり前、あった方が全然いい、うん、そしてあの U ターンの時とか小回りが効くのがめっちゃありがたい。このサイズで確かに U ターンなかなか切り返さないと無理ですもんね、うん、きっと。本当そう、うん、絶対欲しい 4WS は。皆さんマストでお願いします。あった方がいい、おすすめです、うんうん。もう昔の、ね、4WS はなんか扱いづらかったとかフィーリングがおかしかったとかありますけど、そうなんだよ、今全然ないですから。言われなきゃ気づかないぐらいです。あ、そうそう、なんかあれ随分 U ターンが簡単にできるな、この車体の割にとか思うとついてたりするんですよね、うん、へー、私もじゃあ気づかないうちに乗ってるかもしれないですね、うん、かもしれない、うん、最近ね、さわちゃんもいろんな車乗ってるからね。そうですね、ちょこちょこと、うん、なかなかいいぞ。BM のこの技術がすごいな、2リッターターボ、うん、
うまい。ここまでエンジンとかも良くて、うん、中もこんなにこだわってくれてるのっていいですね、うんうん、そう、ほんとそう、全てがすごくいい、うん、いやーうまいわ。私ならね、もうちょっとね、もうこんだけ外頑張ったんだから仲いいでしょとか言いたくなっちゃうとこですもんそうならない、完璧。カチカチをつけてくれるともっといいな。これも選べたらいいですね、うん、カチカチか、カチカチじゃないか。なんかさ、車の iPad ってなんかね、探すのが大変。これ慣れた人だと見ないでいけちゃうんですかね。パッて、いや厳しいと思うな、ね、やっぱ手元見ないとダメだと思うじゃあやっぱなんか、そうそうそう、ボタンじゃないにしても、あの点字みたいな形でちょっとボコとか、うん、その引っかかりはあった方がいいんですかね、うん、そりゃそうだよ。あとはあの音声入力もまあついてたりするね、うんうん、エアコンとかも実は音声で動かしたりとか。そうだね、はい、OK BMW、 エアコンの温度を上げて。温度を上げます。おう、これまでより快適になります。高くなりすぎた場合は教えてください。はい、こういうアシスタンスがついてる。 OK BMW、 ディズニーランドに連れてって悩んでる。お、登録番号を指定してください。あ、ちゃんと出てきた。1番。はい、ルート案内を開始します。キャンセル行きたかったのに、ひどい。キャンセル、キャンセル、ひどい。ルート案内を開始、開始しなくていい。なんで開始しちゃった。なんだろう、 OK BMW っていうだけでできるんだ、うん、そう、これすごい。 OK BMW キャンセル、うん、パーソナルアシスタント、もう一度お願いします。道案内消してあ、もう一度お願いします道案内消してディズニーランドキャンセル。今回も聞き取れませんでしたある程度やっぱ定型コマンドっていうのがあって、あ、それで、ね、そう、こいつ結構耳悪いね。すみません、あ、悪口は聞こえないんですね。悪口聞こえないんだよ。 OK BMW、 ルーフを開けて。え、それもできる。残念ながらこの車用にはルーフウィンドウはそうですあるよ。違う違う違う OK BMW、 ルーフシェード開けて。OK、 ルーフのローラーブラインは熱い。開いた、熱い開けた、開けた、開いた、開いた、いいんじゃないの、うん、ね、なかなかいいぞ頼もしい走りしてくれましたね、うん、他にないならここに来い、車選び .com。 はい、5シリーズの、ガソリン車ですね、今日乗ってきましたが、びっくりだよ、びっくり、びっくり、 2.5 リッターぐらいあるでしょっていうぐらい、うん、あー、2リッターターボでね、いや、このデカさでこの重さで2リッターでちょっと辛いかなと思ったんだよ、うん、だけど走り出しのトルクがさ、うんうんうん、すごくうまい。そうですね、うんうん、下からトルクが出てきてね、そう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 、そう、まあ、実用、絶対パワーは低いんだけど、うんうん、その走り出しのそのトルクの出し方がすごくうまい、日常使いにはすごくマッチしてるっていう感じですね、うん、まあそこから先ね、あの高回転のエモーショナル感を求めていくと、やっぱ6発とか欲しくなっちゃうんですけど、うん、あ、それはしょうがない、まあ、普通に乗るならもうこの4十分で十分って感じですね、2リッターターボ、はい、十分だと思うよ。トラちゃんはどうでした。はい、私逆に言うとこの車の2リッターでこれだけ走れるっていうのから知っちゃったから、うん、そう、他の車がもしこんくらいの大きさで 2.5 とか3リッターとか積んでて、そんなにいるかなって今度から思っちゃいそうになりますよ。BM の技術力あ、技術が高すぎてって思うぐらい良かったですね。あの iPad も俺ダメだね。ああ、ダメ
ですか？探してるだけで分かんなくなってくる。私ちょっとね楽しくなったんですよ。今風なんだよ君は。ありがとうございます。もう昭和のおじさんからするとね、もう探してるだけでねなんか疲れちゃうんだよ。だからこれは今現時点では相当好みが分かれるところだと、はい、そう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 、こういう先進性がいいっていう人もいるだろうし、うん、土屋さんのようにねやっぱ物理がいい、物理の方がやりやすくて馴染むっていう人もいるだろう、うん、それはねすっごい正直分かれると思います、うん、まあ、そこしょうがないじゃん。そう、うんうん、選べるようになったらいいですね、はい、今後同じ車で。これはすげえコストがかかるな、うん、そうですね、2つ選ぶのは大変ですね。選べるようにしてください。乗り心地もいいしさ。そうですね、はい、よかったです。まあ、高級サルーンとしてねやっぱよくできてるなって、うん、また持ってる。なんなのそれ。これあの選べるようにしてねってお願いしてるんです。これ持って脅迫してるわけじゃない。違うお願い。脅迫してるわけじゃない。何なのそれ。分かんない、置いてあったんですよ。あ、そう。はい、ということで、はい、よかったらいいね押してください。これね、ステーションワゴンも発表になりましたんで、この後ね、ステーションワゴンとか、あとは、まあ、まだちょっと先ですけど、M5 とかもね、うん、出るでしょうから、紹介しようよ。楽しみですね。はい、ね。はい、ということで、よかったらいいね。そして登録もお願いします。お願いします。バイバイ。人に向けちゃダメだからね。これ私、誰かの趣味で持たされてる。今日。え？